ねえ、なんで開けてくれないの？そこにいるんだよね。部屋の中でお話ししようよ、あかりちゃん。お願いです。帰ってください。非常識ですよ。家に来るなんて。俺だって本当は約束して家に招待されたかったよ。でも LINE が返ってこないからね。こうやって家に来るしかないじゃん。お願いです。迷惑なので帰ってください。インターホン鳴らさないでください。5分でいいんだ。話したいんだよ、あかりちゃん。1分後。さつき、助けて。ごめん、今電話出れない。どうしたの？斉藤さんが家に来た。え？今ドアの前にいる。ずっと話しかけてくる。怖いよ。どうしたらいい？いい？今すぐに警察に連絡して。今した。すぐに来てくれるって。斉藤さんは？わからない。私が警察に電話した瞬間にインターホン鳴らなくなった。え、なんで？わかんない。でも警察に電話するときに割と大声で話したから。なるほど。それで怖くなって逃げたのかもね。今見たらいなくなってた。ドア開けたの。うん。覗き穴見てもいなかったし、名前呼びかけても反応なかったから。危ないよ。確かに。でも安心したかった。でも今から警察来るんだよね。もう斉藤さんいないけど。とにかく事情説明しよう。うん。案外まだ近くにいるかもしれないし、絶対に外に出たらダメだよ。うん。それにしてもやばすぎ。てかまずなんで家知ってんの？ストーカーしてたってこと？前に家まで送ってもらったことがあるの。あ、親睦会の帰りか。そう。多分それで覚えてたんだと思う。やばすぎるよ。いつかこういうことするために、あかりのことを送ったのかな。わかんないけど、でもあの時はいい人だと思ってた。結婚もしてるし安心してた。でも、まさかこんなことになるなんて。本当だよ。あ、警察の人来たかも。ちょっと話するね。うん。またどうなったか教えて。ありがとう。さつきの声聞いて、冷静になれた。1時間後。今、警察の人帰った。結構真剣に話聞いてくれた。お疲れ様。最初は疑われてたけど、LINE のトークとか見せたらちゃんと信用してくれた。よかった。でもこれだけじゃ逮捕はできないって。やっぱり現行犯じゃないと。なるほど。でさっき店長には電話で話した。え、店長にしたの？うん。シフトや人手不足のこともあるから、今すぐクビにはできないって。ただ同じシフトに入らないようにするし、明日厳重注意してくれるって。それで様子見てほしいって、さっき電話で頭下げられちゃった。そっか。すぐにクビにしてほしいけど、そういうわけにはいかないんだね。うん。てかシフト被らないようにって言うけど、絶対どこかで顔を合わせることになるよね。そうだね。それはどうするの？我慢？ね？キッチンとホールで部門も違うし、がっつり話すことはないと思う。それはそうだけど。てか改めて怖さを知ったよ。女の子の一人暮らしの怖さ。確かに。私は親に迷惑かけたくないから。自分の今の給料で支払える家にしたけど、さすがにオートロックは必要だったかも。確かに。今すぐには移動できないけど、お金貯めて引っ越し検討してみる。親には言わないの？無駄に心配かけたくない。仕事も部屋も全部私が決めたことだし。そっか。でも本当にヤバくなったら、絶対親に言った方がいいよ。何か取り返しがつかなくなる前に、絶対に連絡した方がいいからね。そうだね。それにどうしても辛くなったら、この仕事辞めてもいいからね。うん。でも就職したばっかだし、さすがに今辞めたら怒られそう。そんなことない。自分の安全が一番。もし辞める時が来たら、私も一緒に辞めてあげるから。ね、それは申し訳ないよ。そんなことない。人手不足か知らないけど、今回の店長の選択は間違ってると思うもん。だってこれ普通に犯罪だよ。犯罪者を雇う会社の社員ってだけで、私まで変なレッテルかけられそうだもん。だから辞めることに躊躇しないで。また同じ仕事じゃなくても、私はあかりの友達でいたいから。ありがとう。本当にありがとう。明日以降出勤したくなかったら、店長よりまず私に連絡してね。私だったらいつでも休み代わってあげるから。うん。翌日。ブロック解除してくれてありがとう。昨日は怖い思いさせてごめんなさい。実はずっと前から気になってたんだ、あかりちゃんのこと。あかりちゃんは、俺が中学の時にした初恋の人にすごく似てたんだよ。だからずっと意識してたし、社員になったのも俺に気があるのかなとか勝手に都合いいこと考えてた。既婚者っていうのはあったけど、
最後の方はブレーキが効かなくなって家まで行ってしまった。本当に本当にごめんなさい。警察が来た時は本当に焦りました。全てが終わると思った。でもあかりちゃんは優しいね。店長も本当に優しい。こんな俺にもう一度チャンスをくれた。嫁にはこのことを隠しています。もう何もしないと誓うので、どうか秘密にしてほしいです。お願いします。斉藤さん、お疲れ様です。はい、許すことはできませんが、これ以上何もしないというのであれば今回限りは目をつむります。ありがとう、本当にありがとう。誕生日プレゼントとかそういう欲しいものがあったら何でも僕に言ってきてね。できる限り願いは叶えるから。そういうのも大丈夫です。今後は仕事以外では一切関わらないでいただきたいです。わかったよ。連絡もシフトや仕事関係以外ではなるべくしてほしくありません。店長を返して連絡してください。そうだね、そうした方がいいのならそうさせてもらうよ。本当に迷惑かけました。これからは仕事仲間としてよろしくね。10分後。今最後の LINE を終えてきた。結果かなり気持ち悪かった。え、何がキモいの？普通に謝罪だけでいいのに、初恋の人に似てたとか、タンプレ欲しいものあげるねとか、そういういらないこと言ってきた。反省してなくない？そう感じた。やっぱキモいわ。本当に気をつけてね。うん。引っ越し費用とか、全部出してほしいね。それはさすがにいいかな。でも怖いじゃん。そうなんだけど、貸し作るみたいでさ。確かにそれはそうだね。とりあえず落ち着いてくれることを願って、そのまま勤務してみる。もし無理ならまた相談するね。うん、何でも言ってね。1ヶ月後。ねえ、サツキ。やっぱり何回探してもない。おかしいね。もともと持って行ってなかったとか？いや、それはない。家で着替え用に用意したのは覚えてるもん。そっか。お気に入りの靴下だったし、絶対なくしたくなかったのに。だよね。やっぱりバイト先でなくしたと思う。でもなくすってあり得る？ロッカーの中に入れてて、履き替える時にはカバンの中に戻すよね。そうなの。ねえ、考えたくはないけど、斉藤さんが取った可能性ある。え？もう関わってこなくなったとはいえ、ずっと視線は感じるんでしょ？うん。まだあかりのことが好きで、でも直接 LINE はできない。だから強行手段に出たとか。やめてよ。想像しただけで寒気する。私も。でも疑いは持った方がいいよ。ロッカールームは社員なら誰でも入れるし。確かにそれはそうだけど。でしょ？店長に相談してみたら？じゃないと次また取られるかもしれないし。実はね、亡くなるのは今回で2回目なの。2週間くらい前に主人も亡くなったの。マジ？そんなに使ってなかったし、あんまり気にしてなかったけど、あの時も確かに職場で亡くしたの。だから実は2回目なの。じゃあもう偶然じゃないじゃん。もう本人に聞いてみたら？本人に？うん、普通に窃盗だし。でも証拠ないし。それはそうだけど、証拠もないのに疑うのは気が引けるし、そもそも連絡するのすら嫌というか。じゃあ店長経由で伝えてもらう？最近私物の盗難が起きましたって。うん、それがいいかも。一応斉藤さんが怪しいってことも伝えた方がいいと思うよ。わかった、明日店長に伝えてみる。うん、何か手伝えることがあったら私に相談してね。ありがとう。翌日。やばい。さっき店長から聞いたんだけど、靴下盗んだ犯人斉藤さんだったらしい。え、もうわかったの？うん。店長がちょっと詰めたら自分で白状したんだって。やば。かなりショック。てか気持ち悪い。それ。それで何してたとか、そんなのも考えたくない。忘れよ。てか斉藤はどうなるの？わかんない。店長もさすがに呆れてたし。そりゃね。さすがにクビじゃない？普通に窃盗だし。そうだよね。あ、今店長から電話来た。出てもいい？どうぞ。1時間後。電話終わった。どうだった？辞めさせるって。斉藤？うん。やった。ただ警察には通報しないでって。え？盗難事件があったとか報道されたら、世間体も悪くなって売り上げも落ちるから、示談で済ませてくれって。示談って？一応斉藤さんから、いくらか賠償金としてもらえるみたい。そうなの？店長の話だと30万くらい？そんなに？今までの迷惑料とかも込み込みの値段だって。斉藤はそれ認めたの？最初は渋ってたみたいだけど、店長が家族に報告するって言ったらすぐにお金払うってなったらしい。店長すごすぎ。ね、ほんと助かる。
一度許したのも次会ったら知らないよってことをかなり急を据えて言ったみたいだから、それで言うこと聞かないとダメなんだね。そうそう、もう明日から来なくていいってなったらしいから助かった。本当に良かったね。うん、斉藤さんとは直接連絡取らずに辞めてくれるのが本当にありがたい。私からも店長にお礼言っとこう。うん、ありがとね、さつき。これからも友達でいてね。当たり前。1ヶ月後。あかりちゃん、久しぶり。前まで一緒に働いてた斉藤だよ。今日はちょっと話があるんだ、聞いてほしい。ああ、訳あって携帯番号変えてアカウントも変わったんだ。また登録しといてね。気持ち悪いです。話すことなんてありません。失礼します。待って、離婚したんだ。え？俺、あの会社クビになってすぐに転職活動してたんだ。それを嫁にバレちゃって、会社辞めた原因まで問い詰められて、全部バレて離婚になった。財産分与して慰謝料払って、今手元には何もないんだ。金も女も何もない。こうなったのも全てはあかりちゃんのせいだよね。は？なんで私なんですか？全部自分のせいですよね。どこかだよ。あの時家に入れてくれて黙って俺の愛人になっていれば、事態は大きく変わったんだよ。シュシュや靴下を盗まなかったし、嫁にバレることもなかった。なんならあかりちゃんと再婚する予定だったんだ。なのに俺は全部失ったんだ。お前のせいで全部失ったんだ。だから復讐しに来たよ。は？今例の部屋の前にいるよ。部屋の明かりがついてるね。今は部屋にいるんだね。もう何も失うものはない。扉が壊れてもいい。ようやく手にできるよ。あかり、俺と付き合ってくれ。もう引っ越しましたよ。え？あなたにもらった示談金の30万は頭金にして、新築マンションにお引っ越しさせていただきました。お世話になりました。嘘つけよ。本当ですよ。今は誰が住んでるか知りませんが、その部屋へ突撃したとしても私じゃない誰かがいるだけですよ。俺は信じない。そうか、そういう作戦か。俺と直接会いたくないからって別の奴が住んでるって設定にしたんだな。でも残念、そんな嘘は見破ります。俺を舐めるな。俺の愛は本物なんだ。大好きで、わかり、今会いに行くよ。バカですね。さようなら。後日談。こんばんは、水野あかりです。この後斉藤さんは本当に部屋に突撃したみたいです。あ、安心してください。私が引っ越ししたという事実は本当です。直接危害は加えられませんでした。また斉藤さんは突撃された方が取り押さえて、そのまま警察に引き渡されたそうです。全てを失った男の復讐が怖いので、しばらくこの世に出てきてほしくないです。とにかく仕事の帰り道は気をつけます。今のマンションはセキュリティも万全なので、そこだけは安心です。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回のエピソードはスイカさんからいただきました。スイカさん、ありがとうございます。今回はどこまで実話だったんですか？今回前半部分はほとんど実話です。職場の40歳の既婚男性が高校卒業したての新入社員にガチ恋して一人暮らしの家に突撃したという内容でした。いや、もうほとんど同じじゃないですか。はい、後半の窃盗事件や突撃ミスなどは創作の部分でございます。スイカさんは自分の家にそのおじさんが来た時、姉に電話して助けてもらったそうです。実話はお姉さんなんですね。はい、当時は本当に怖くてたまらなかったそうです。一人暮らしの女性の家におじさんがドアの前でガチャガチャしてるって想像するだけでも発見がしますね。間違いないです。ちなみに実話での40歳男性はどのような末路になったんでしょうか？警察送りにはなっていないそうですが、接近禁止令が出て離婚になったそうです。さすがに離婚してるんですね。はい、なるべく不幸になってほしいですね。そうですね。当チャンネルでは引き続きエピソードを募集をしています。作者のホテル橋本の SNS の DM にて募集しております。過剰書きでも大丈夫ですし、ただの応援の DM でも受け付けています。フォローお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。